リチャード・ブランドン・ウッドは、アメリカ合衆国テキサス州オースティン出身の、元プロ野球選手、ウト右打ち。2003年、全米高校代表チームに選出されるなど、アマチュア時代から注目を集める。同年6月3日、アナハイム・エンゼルスから1巡目で、ドラフト指名を受け、6月6日、契約成立。この年から、ルーキー級でプレーを始める。2005年、 A とトリプル a トータルで134試合打率32143本塁打116打点出塁率381オプス1.048というハイレベルな数字を叩き出し7月10日フューチャーズゲームに出場カリフォルニアリーグの MVP とチーム内のマイナーリーグプレイヤーオブザイヤー milb.com が選ぶマイナーリーグオフェンシブプレイヤーオブザイヤーの三賞に輝いた。また、オフのウィンターリーグではアリゾナフォールリーグのオールプロスペクトチームにも選出されている。シーズン終了後チーム内の有望株リストで1位にランクされベストパワーヒッターに挙げられた。2006年は A 級で118試合出場。好成績を上げ、 6月20日はテキサスリーグのミッドシーズンオールスターに8月28日には同リーグのポストシーズンオールスターに出場したベースボールアメリカ史とトップス社の AQ オールスターにも選ばれた前年に引き続き2年連続でチーム内のマイナーリーグプレイヤーオブザイヤーを受賞した他有望株リストで1位にランクされベストパワーヒッターに挙げられた 2007年4月26日、メジャー初昇格。即日タンパベイレーズ戦において9番打者、三塁手としてスタメン起用され、デビュー戦は4打スーム打ンダに終わったが、29日のシカゴホワイトソックス戦ではレフト前に初安ンダを放っている。その後はマイナー降格と最昇格を何度か繰り返したが、トリプル A 級で111試合打率。 272-23本類が77打点と結果を出すと8月22日以降はメジャーに定着した。壁は厚く、わずか13試合の出場に止まったものの、シーズン終了後有望ブリストで1位にランクされ、3年連続でベストパワーヒッターに挙げられた。これ以後、マイナーリーグで高成績を上げるものの、メジャーリーグでは結果を残せないシーズンが続く。 2010年はメジャーで過去最多の81試合に出場したが、146という極端な低打率に終わった。2010年のウッドのオプス382は、1912年以降に年間200打席以上を得たメジャーリーグ選手の中で歴代最低である。2011年4月22日にウェーバーでピッツバーグパイレーツに移籍した。 同年は2チーム合計で自己最多の105試合に出場し、打率や本塁打など主要な打撃指標でいずれも自己最高の成績を残した。2011年11月2日に FA となった。結果的に同年がメジャーリーグでプレーした最後のシーズンとなった。11月17日、コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。2012年はロッキーズ参加。 トリプル A のコロラドスプリングススカイソックスでプレーした。オフの11月3日に FA となった。2012年11月16日、カンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2013年5月9日、ロイヤルズからボルチモアオリオールズに移籍した。シーズン終了後に FA となった。2013年12月にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだが、 シーズン開幕前の2014年3月21日に放出された。2014年は独立リーグのシュガーランドスキーターズと契約して25試合に出場したが、82打数、8安打、打率、098と成績が低迷し、引退を決意した。2016年3月、マイナーリーグの取引ダストデビルズの監督となることが報じられた。 ベースボールアメリカ史の有望株リストでは2006年版3位、2007年版8位、2008年版16位にランクインし、時代のカルリップ圏と評されるなど大きな期待を受けていた選手だった。しかしマイナーリーグで高成績を残してもメジャーリーグに昇格すると打撃が通用しなかった。メジャーでの通算打率は186である。引退後の取材で、 現役当時は大きな期待が重圧となって精神的に変調をきたし不安感や不眠やめまいなどに悩まされていたと語っている。ありがとうございます。